トン・スケル・ペンツェルはキーボード奏者であり、ヒル・フェルスム音楽大学で出会った、ピム・クープマン、マックス・ワーナーと共に結成した、オランダのロックバンド、カヤックのメンバーである。彼の最初のソロアルバムは、フランスのクラシック音楽の作曲家、カミリュー・サン・サーアンスによる、動物の舎肉彩を応用したものであった。1980年、スケル・ペンツェルは、ルトガー・ハウアーをフィーチャーしたオランダ映画、 スペッターズ、スペッターズのスコアを書いた。セカンドソロアルバム、ハートオブザユニバースは1984年に発表され、内容はインストゥルメンタル曲とボーカル曲の組み合わせとなっていた。カヤックでの活動後、スケルペンツェルはイギリスのバンドであるキャメルのキーボード奏者になった。彼はまた数年、アースファイヤーで演奏した。さらに、彼は、 オランダのコメディアンであるウープ・バン・ティー・ヘックのショーにおける歌のほとんどすべての音楽を書いている。1991年、スケル・ペンツェルは、オリオンという別名義で3枚目のソロアルバム、バージング・ラウンズをリリースした。1998年、彼は、カヤックのエドワード・リーカーズが主役の一人を演じた、ロックオペラ、エイリオンのアルバム、イントゥ・ザ・エレクトリック・キャッスルの曲。 コズミックフュージョンでシンセソロを演奏した。2013年4枚目のソロ CD ザ・ライオンズ・ドリームをリリースした。スケルペンツェルは著しい飛行機恐怖症を抱えており、ヨーロッパ大陸へのツアーを制限している。ありがとうございます。